おはようございます。頑張れ輪島、仏壇無償提供。今日も一日頑張ります。よろしくお願いします。本当ですね、あれでございます。能登半島の皆様方、輪島の皆様方ですね、もうぼちぼち今月来月ぐらいに仮設に移られると思いますのでね、当店に言うてください。小さいお仏壇ですけどですね、無償で提供しておりますのでよろしくお願い申し上げます。もう本当ですね、人吉には400ぐらい配ってます。人吉豪雨ですね。はい、じゃあ今日も一日頑張ります。はいはい、あら、いらっしゃい。はいはい、いらっしゃい。いや、ぼちぼちやっぱ通勤ですね。通学ね。はいはい、頑張ってもらいたいですね。はいはい。じじいになるとよ、痰がかかるんだよみたいなですね。ゲホゲホゲホ。はい、今日あと13日だか14日だったから、ちょっと怪しいな。14日だったかな。あ、13日くらいかな。よくわかんねんね。よくわからんぜけど、夜7時まで大体営業。今日も元気に営業中。あ、いや、今日わからなくなったね。誰、時計もですね、ちょっと忘れてきた、店に置いたまましとる件でした。いや、わからんでした。今日バレンタインデーかなんかですね。はい、じゃあ今日も一日頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。お仏壇お困りごと&能登半島被災者支援小型仏壇無償提供、24時間電話受付一つ、皆様よろしくお願い申し上げます。頑張ります。